シンガポールの学生の皆様、こんにちは。日本の作曲家の福田洋介と申します。今回皆様にウィングカラーズを演奏していただけるというお話をいただきまして、とても嬉しく思っております。本当にありがとうございます。ご質問をいただきました。お答えしたいと思います。今回演奏していただくウィングカラーズは、東京の高校生から依頼を受けて創作いたしました。作品を作るにあたって、学生たちとたくさんのミーティングを重ねてから作ることにいたしましたけれども、その時に翼というのが大きなきっかけになりました。学校の名前に翼という名前がついている学校だったものですから、自分たちのアイデンティティになるようなものをというのが大きなテーマになっていたように思います。で、そのタイトルを考えた時に、彼らの中からいろいろなカラーが出てきました。今回演奏していただくレッドウィングス、ブルーウィングス、そしてシルバーウィングスは、それぞれやはり学生たちの中から出てきたアイデアの中にあった色をそのまんまアイデアとしていただいたものでございます。レッドウィングスは学生たちの中にある青春の本当に燃えるようなパワーみたいなものを荒らしてみたいなと思いまして、それがただただなんかエネルギッシュなだけではなくて、本当に朗らかに明るく振る舞っている姿を見て、あ、これは踊りだなというふうに思いまして、あえてのマンボのリズムを使って音楽を作ることにいたしました。そしてブルーウィングスなんですけれども、これもそれこそ学校から空を見上げた時に見える青空みたいなものでしょうかね。いろいろな思いを馳せながら空を覗くのが、なんかティーンエイジャーの心の中だったりするし、そこの中にとても透明な心となんか視野が広がっているような気がして、バラードの音楽を作るにあたって、その青空とイメージをかけてみたような感じでございます。私、作曲をしたのがなんか自分で遊ぶような感覚で、ブロックをなんかこうやって積み上げていくような感覚で、なんか音楽を作っていける感覚がとても面白くって、飽きたらやめようかなというのを思っていたんですけれども、そこから30年近く作曲の仕事をたくさんやっておりますけれども、未だに飽きることがないので、自分に本当に合ってたんだなというふうに思っております。で、最後に、作曲を始めたい若い方々に何かアドバイスがありますかっていうふうな、もう一つ質問いただいたんですけれども、アドバイスになるかどうかわかんないんですけど、やってみるととても楽しいものですよっていうのは最後に言えることかなと思います。それでは皆さん、熱い演奏をしていただけましたらとても嬉しく思います。